新潟県立環境と人間の触れ合い館は、新潟県新潟市北区前神殿にある第2水俣病と水環境をテーマとした資料展示施設。副名称として、新潟水俣病資料館が付与されている。施設の運営管理は、新潟県が行っている。福島方の北半に位置する鉄筋コンクリート造り2階建ての施設。新潟水俣病と水や 水環境の二つのテーマに関する資料の収集、保管及び展示を主目的としている。1995年12月11日、新潟水俣病による被害について、新潟水俣病被害者の会、新潟水俣病共闘会議の二つの被害者団体と昭和電工が自主交渉により解決協定を締結した。この協定では昭和電工側が新潟県に 地域の再生、振興を目的に、新潟県に2億5000万円を寄付する旨が盛り込まれ、これを受けて県は寄付金を、新潟水俣病の教訓を生かす事業に活用することを決定した。この際、被害者団体から、水俣病の被害に関する保存施設の建設を求める意見が寄せられたことから、県は計画立案に着手。被害者団体を交えた、 策定委員会を開催して検討を進め、1999年1月に環境再生啓発施設の建設計画が立案された。しかし、着工に至るまでは、右与曲折を経ることとなった。資料館の建設位置は、当初、被害者が多く居住する阿賀野川流域周辺を予定していたものの、流域の漁業、農業関係者が資料館を建設すると、 風評被害を受ける可能性があると強い難色を示し、同意を得ることができなかった。さらに被害者の間でも被害状況を伝えるべきという意見がある一方、そっとしておいてほしいなどと資料館設置に難色を示す意見もあった。こうした状況を踏まえ、建設地は阿賀野川水系でもある福島方の北半で整備が進められていた水の公園福島方の敷地内に決定。 当初計画においては、施設名称を新潟水俣病資料館とする予定だったものを、あえて水俣病を施設名称に加えないものとし、正式名称は環境と人間の触れ合い館に決定。また、展示内容も水俣病だけでなく、水や水環境に関する資料など幅広い展示を行う方針を示した。こうして、 被害者側の了承を得て2000年春に着工。2001年8月1日、豊坂姉妹神殿の同公園内で開館した。しかし開館後、新潟水俣病に関する展示施設である旨が認知されにくいことが指摘され、県は2003年4月1日付で、施設の副名称に新潟水俣病資料館を付与し、現在に至る。1階は、 水面下をイメージして設計されており、阿賀野川に生息する生物に関する展示が行われている。2階は阿賀野川流域の生活、環境問題に関する展示と、新潟水俣病に関する展示が行われている。新潟水俣病の展示コーナーでは写真や映像、当時の新聞紙面などを通じ、その歴史と被害状況を現在に伝えている。また、 ふれあい館では、悲惨な公害を二度と繰り返してはならないという願いから、当時の経験や教訓を次世代に伝えていくため、新潟水俣病の被害者による語り部制度を設けており、道館や県内各地で講演活動を行っている。このほか、水質汚染のメカニズムや、阿賀野川流域の自然と生活に関する学習プログラムも設けられている。ありがとうございます。